YouTube 興味あってまいりましたミュージックハンター365。本日はアメリカ村ビヨンドさん、そしてナビゲーターは MC ハマークス。今日も素敵なアーティストが出てきます。ぜひ最後まで見ていって、気に入ったという方はグッドボタン、そしてコメント、でさらにこのアーティストもっと見たいなという方はチャンネル登録をして、ぜひぜひ毎日チェックお願いします。それでは早速本日ご紹介するアーティストはこちら。アルトサイトさんです。はい、それではパートでもないよ、お願いします。はい、ボーカルギターの北林です、よろしくお願いします。ドラムの森田和英です、よろしくお願いします。ギターの小西孝明です、よろしくお願いします。ベースの浜口亮です、お願いします。はい、それではアルトサイトさん、今日はよろしくお願いします。ぜひどんなバンドさんなのかご説明いただけるとありがたいです。よくライブハウスでライブしまくってるロックバンドで、結構本当ライブの熱さとかライブのかっこよさをちょっとやっぱ売りにしていきたいなって感じで、ライブはまあ僕ボーカルなんですけど、わーっていっぱい熱く歌うのもあるんですけど、メンバーも感情むき出しみたいな感じでパフォーマンスするのが印象的で、ギターの高明とかも高谷氏こんな感じのなんかギター弾く感じなんですけど、そこもちょっと見てほしいな。ギターのクワみたいになってます、はい、それは見どころですね。この曲はまず代表曲なんで聞いてほしいみたいなことありますか。僕は青く染まるって曲すごい好きです。おーすごい。おー僕はですね、どうも僕が加入してから最初に出したミニアルバム、逆風に頬を上げろというミニアルバムの3曲目の東京っていう曲ですね。僕は一番好きですね。僕は、逆風に頬を上げろから終わらないという曲がグッと来る感じ。なるほど。笑わせんなよっていう曲が2枚目のミニアルバムに入ってて、クソ攻めてる曲なんで、サブスク上がってるんで聴いてほしいです。なんかこうね、大阪の南ホイールにもね、3年連続出られておられつつ、そこで、毎回入場規制がかかって、知る中で、その上でさらにね、すごいことされてると。入場規制ってかかっちゃうと、見たくても見れないということが何回かあって、それちょっと嫌やなって思うんで、僕らがライブしてるときは入場規制かかりそうっていうのが大体スタッフさんの感じで分かるんですけど、その時はお客さんにもうできるだけ詰めてくれと、もうあと2歩ぐらいもずっと詰めてくれって、外で待ってる人も入れてもらって、もうなんとか入場規制かからんようにというか、入場規制かかるとなんかかっこいいみたいな感じのイメージはあるんですけど、なんか僕らは入場規制かかってやっぱ見れない人がいるっていうのは方が悲しいんで、入場規制かけないように、意識してます。その上でかかったかっこいいなっていう。これからアルコサイトをどんどんチェックしていきたいという方、どちらの情報を見ると一番わかりやすいでしょう。ホームページはもちろん随時更新してるんですけども、ツイッター、アルコサイトのオフィシャルのツイッターはメンバー全員で動かしてるので、結構いい感じに毎日更新できるので、最速の情報をぜひそちらの方チェックしていただけたらと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ概要欄の方にリンク貼っておきますので、お願いします。それではアルコサイトさん、残念ながらお時間になってしまいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。で最後に、次をご覧の皆様に何かメッセージがあればお願いします。僕たち4人組ロックバンドで、ライブめっちゃ好きで、ライブガンガンやってるライブバンドなんで、本当何が起こるかわからない奇想天外なロックバンドなんで、ライブに足運んで見てほしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは本日のゲスト、アルコサイトさんでした。アルコサイトのライブ映像、そっちもチェックしてね。ミュージックハンター
愛してあげるよ。アメリカ村ビヨンド、気になった方はこちらをチェック。ミュージックハンターチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また明日も見てねー。